でやってもらえると、はい、キャン割をね、はい、お店の名前はグリーンヘア、日高のグリーンヘアです。ありがとうございます。あ、誰ですかこれ。あ、貼ってくれてる人がいる。ありがとうございます。マジか、ありがとうございます。一応、はい、ありがとう。貼ってある URL が石丸店長のお店ですね。はい、でもうなんかギルティーデーの常連の人とかもうすごい数いるんですよね。いや、もう50人ぐらい。50人。この間自宅で数えたら、はいはいはい、すごい人になった。50人はやばいっすね。本当にありがとうございます。いや、結構おしゃれな美容室だって。結構その、ゲーマーのオタク気質の人とかって行きづらいと思うんですけど。絶対そうなんですよね、うん、でもやっぱ石丸店長の店はおしゃれなんですけど、石丸店長のおかげで行きやすいっすわ。ありがとうございます。行きやすいでございます。はい、髪の話っていうのは、はい、10分だけなんで。あ、はいはい、10分は大体ギルティの話です。ずっとそれです。それで他の格ゲーマーの方も多分来やすいっすよね。この間ストローゼの方も。あ、マジっすか。おお、はい、はい、あ、はいはい、最近ちょっと僕も行ってみようと思ったんですけど、最近あとキャリバーゼの方とか。あ、そうなんすか。格ゲーの方が集まってきてるので、はいはい、はい、楽しいことしか、仕事して遊んでるだけで。たくさん友達が来てくれてるから本当に嬉しいです。いつでも本当に遊びに来てください。ギルティ以外でも、はい、キャン割って発動するんですかね。ギルティ以外、あ、各ゲーマーだったら発動します。そうです、発動します。発動するそうです。ギルティで引き込むっていう。あ、逆に25% 使ってみますか。絶対、はい、めちゃめちゃかっこよくするんで、ぜひ遊びに来てください。はい、ありがとうございます。一丸店長でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。あ、いい、大丈夫です、大丈夫です。